ジャパンです火曜日のコメンテーターは総理総合研究所エコノミストの吉崎達彦さんですまずはこのニュースから中国の国会にあたる全人代全国人民代表大会の常務委員会は昨日開いた会議で来月5日から北京で開催する予定の全人代の延期について24日に審議することを決めました 中国の国営通信・新華社が伝えたもので、事実上の延期決定です。肺炎を引き起こす新型コロナウイルスの感染拡大を受けたもので、感染症が中国の重要政治日程に影響を及ぼす異例の事態に発展しました。日中両政府が4月上旬を軸に調整してきた習近平国家主席との国賓としての日本訪問などの外交日程や、 経済運営にも影響するのは避けられません。全人代はその年の主要政策を打ち出す重要な会議で、1998年以降は毎年3月5日から10日間程度開かれてきました。全人代、全国人民代表大会ですね。うん、およそ3000人の、はいえー、まあ方々が集まるんですが、うん、まあその地域のまあトップの方たち。 そのトップの方たちも今回の新型コロナウイルス対策で陣頭指揮を取っているということもありますしえ3000人の人が北京に一堂に返すことのリスクということもあるのでまあ延期ということですがこれあの延期というのは本当にまあ22年の今までえ振り返るとこうい人代というのは中国のシステムでいうと国会なんですよね。うん で国会のただ任期あの会期が非常に短いと、うんえー、10日間ぐらいしかやんないと、えー、でそれもね、えー、これはの全人代というのがまあ衆議院で、うんえー、それとは別に参議院にあたるような全国協商会議っていうのがこの。 前人代の直前代直に開かれたりするし、はい、その前人代に出てくる人たちっていうのはこの中国全土から集まってくるわけだけど、うん、出発前にはやっぱりそれぞれの地方でまた何か会議をやったりするんで、はい、え実はこれ壮大なあのシステムになってるんで、うん、うんまあ延期無理なしやむなしだろうと思います。うん、でそうするとこれやらないわけにいかないんですよ、うん、どっかで えー、やんなきゃいけないくなるはずなんですがうん,うんどうですかね今の感じで言うとあのやっぱりこれがあの収束して、うん、それから、えー、考え直すことになるんじゃないかと思いますねで一方で4月に、はいえー、国賓と一致して来日予定の習近平さんですね。はいはい え国家主席、ええ、習近平さんが果たして予定通り日本にいらっしゃるのかどうか、うん、これあの茂木外務大臣としては日本としては国賓として来日される準備は怠らず、うん、着々と進めていますということで、うん、まあ中国しないということになるのかもしれませんが、はい、えー、これはどうですか。うん、まあこれはあの正直なところまあキャンセルになる確率が高いかなと思いますね。<ー>えー、ただこっちからね来るなとは言えないわけなんで、はい、えー、まあ日中の関係でいう。 と向こうからやっぱり行ってくるのをちょっと待ってる感じじゃないかと思います、うん、あの今日入ったニュースですけど「北京モーターショー」っていう4月下旬のまああの大規模な、えー、会が、まあ、あの中止という話になってますんで、うんえー、そうですね4月上旬の日程はかなり、えー、辛いんじゃないでしょうかね。うん まあ習近平さんからしてもまだ収束してるかどうかわからない中で来日ということを決める時に今習近平さんはそうですし中国のいわゆるその地方のいろんな自治体からこれおかしいよね対応がっていう不満の声がガンガン上がり始めてるってとこでいうとまあ 中国のまあ習近平さんはじめ共産党の指導部と言われるトップクラスの人たちの決断ってのはかなり難しいところです、ねうん。そうですね。まずそれだったらあのねもっと現場に顔出せよっていう声はまあ、うんえー、出やすいでしょうからね。さて、えーうん、今日の本題なんですがはい。 えー、昨日も速報で発表がありました、えーえー、去年の2019年の10月から12月、うんえー、この3か月間の GDP が年率換算、うんはい、このまま続いたとするとマイナス6.3という数字が出て、はいはい、おい、ずいぶんと下がったないろ、えー、んなのシンクタンクが予想していたのは大体、えー、マイナス3.5ぐらいじゃないかって言われていたのが相当下がった。えー えまあサプライズかサプライズでないかというと微妙なところなんですが、はい、私は多分マイナス45%だろうと思ってたんで、うん、やっぱ六6と聞いたらおーおーおーって感じだったんですか、ねはい、あのこれ、それまではあの4四半期連続のプラス成長続いてたんで、うん、えただ、もう下げるべき理由がもういっぱいあったんですよね。うん で私大体 GDP 見るときにいつも足がかりにしてるのは高工業生産っていうまあものづくりのデータですねでものづくりの動きどうなっているかっていうと昨年の10月までは指数で言うと102から103あったんです、うん、ところが10月データで一気に98位まで落ちてえ11月12月とも97、98位 <got> だから四半期ベースでいくと まあだいたいその前が百二から百三だったものは九十七から九十八に落ちている。うん、もこれでだいたい四五パーセント減という見当をつけるわけなんですけど、ここの理由って割とはっきりしてて台風十九号ですね。あのまず最初に消費増税っていうふうに出てるんですが、台風十九号の影響っていうのはもう予想以上に大きいんですね。ええ、うん、だからあので航工業生産はですね、あのまああの 経済産業省が作ってる統計なんですけど、うん、これまあ,あの11月のデータがまた今月末に出ますけど、うん、えープラス 3.5%2、うん、月はさらにプラス4.1%ちょっとそこまでいっちゃうとなんか一気に突き抜けて、うん、上がっちゃうんですこんなに上がるはずがないと、うん、だい,たいあの経産省の予測ってこの楽観的な方向で外れるんで、まあ、こあのだいたい、えー、こういう自然災害からの復旧過程ってのは だいたい遅れますあのこれあの、えー、おととしの西日本豪雨なんかの時によくあったパターンで、えー、結局あの、えー、まあ工場が直ってもその下請けが被災しちゃったりしてるとどうしてもあ,、はい、あと後にずれるんで、えー、まあこのこれはやっぱり、えー、まあありはあるある,あるだろうなと思ってたところですでもちろん消費増税による個人消費の落ち込み、えー、これはまあ、えー、あの 今回ね、えー、消費増税の前の駆け込み需要も思ったほどでもなかったってこともありますし、えーえー、その辺でいうとこう、まあ、要するにお金を使うのはちょっとやめようよという個人個人の財布の事情もあるんでしょうけど、えーはい、これねマイナス年率換算っていうのは要するにそのままの状態が1年続いた場合はこうなりますよということで、えーえー、実質的には1.6とかっていう話あす、ねえー、そうです比 なんで、うん、え前の79月と比べて10、1がどうだったかということなんで、うんえー、ただ、まあ、ま昨日そのデータこ細かく見ていくとですね、うん、やっぱ車とか住宅とか、うん、あ駆け込みがあんまりなかったから良かったなと思ってるんだけど、うん、やっぱ十10、1減ってますね。 減ってる、うん、だからあのやっぱり消費全体の足を引っ張っているなという、うんえー、それからまあ普通の,あのこれは消費財ですね、はいえー、いろんなものがやっぱりあのもうとにかく富裕不休のものは、えー、買わないでおこうっていう、うん、まあそういう反応が強く出たかなと思います。ささそこで吉崎さん、えー 今度の GDP の発表というのは今年の今現在です2000年2020年の1月から3月になるわけですよ、ね、まあ皆さんはお分かりの通り新型コロナウイルスの影響がどこ,どこがこう出口かわからないような状況の中でこれ去年の10月12月も下がって今度1月3月になって。 どううううなっちゃうんだろ残念ながらこの13月の GDP のデータが公表されるのは5月の中旬なんで大体、はいえー、足元どうなってるかなってことはいろんなやり方でまあ推測するしかないわけですね。で私この今回の新型肺炎の影響ってのは多分まあ3段階か4段階ぐらいに。 分かれて出てくるだろうと思うんですね。うん、で、一つ目はまずインバウンドがまあ急減しているということ。はい、もうこれはあのだいたい中国からの観光客って昨年は950万人もいらしたわけですよね。<laughs> えー、日割りにすると <laughs>、えー、やっぱり3万人弱、うんえー、すごい数なわけなんですけど、えー、多分1、3月期だけで40万人ぐらいキャンセルがあると。うん まあ今あの団体旅行を中止してますので自粛ですもんねで、えー、で団体客以外で個人でビザ持ってる人ってあんまりいませんのでこれ相当減ると思います、あのー、特にここ数年あの日本の花見っていうのがあの大変なえまあキラーコンテンツというかファンが増えてえそれこそあの中東とかいろんなところから人が来るようになってるんですよね。 ただこれあの日本の花見のファンである例えば台湾の観光客この辺の人も今じーっとこの日本のニュースに注目してるんでそうですねやっぱ相当影響出るんじゃないかと思います。でただこのインバウンドの話っていうのはまあ考えてみたら所詮一過性の話でですねえまあ私のまあメインシナリオは4月から6月のどっかでこの 新型、うん、肺炎は収束すると考えると、うんえー、これのだいたい中国の消費っていうのは戻りも早いですから、うんえー、収束した後年の後半はやっぱり、えーまあ、あの戻ってくるだろうな反動がありますか、えー、あのこれは割と SARS の時もそうだったんですけれども、えー、そういうところは割と中国の消費って現金なんで。うんうん えまあ年の前半減った分は後半ある程度取り戻せるのかなというふうに思います。うんうん、で、えー、やっぱ2番目が問題でですね、えー、やっぱ貿易ですね、はい、これ実は明日一1月の貿易統計発表なんで、うん、えこれが一体どのくらい出るか。 もともと1月っていのあ,のあの春節が入ってると春節が入った年月のデータはものすごく低く出るっていうのがもう前からあるんですけれどもまあこれに一体どの程度あのこのまあえコロナウイルスの上乗せがあるか っていうのが、えー、ちょっと心配なんですけどだいたい今ですと日本の輸出の19%ぐらい中国向けなんで、はい、やっぱり影響出るだろうなと思います。うん、でそういう意味では今朝の出たニュースでアメリカのアップル社1三、はい、月期の四半期決算が下方修正になりますよ、うん、と言ってるのは、えー、これは結構やっぱり来たかって感じであのアップルが言うにはですね、えー、iPhone の生産っていうのは下、えー、方 湖北省ではやってないと、うん、他のシの省でやってると、うん、いうことなんだけれども、えー、ただあのこちらが思ってる以上に減速してる、うん、いるとうことですでこれもねいろんなところから聞こえてくる話なんですけど湖北省ってどうも半導体のでっかい工場があるらしくて、うんえー、そうするとまあその、えー、iPhone の生産が他の理由で遅れるってことは十分ありうる話ですよね。 あとはこれ一部ネット上でしき,しきりに言われている話ですけど、湖北省に、まあ、あの、えっ、ー、と、武漢の近くに、あの、生物兵器の研究所があったんじゃないかっていう話ありますよね。<laughs> まあ、あの、その噂の是非は、私は、まあ、ちょっと置いといて。 あのー、軍事的に重要なものはなるべく国境から遠いところに置くといのはこれはまあ軍事大国の一つの常識ですから、うん、そういう意味では湖北省っいうのは、えー、例えばその半導体で言っても極めて中国にとって戦略的に重要なものをそこで作っている、うん、ということは十分あり得る話なんでよくあの,中国のへそって とす、ね、いやいやまあ本当あの地図見りゃ一発でわかる話ですよね、うんえー、まあそこで、えー、結構 IT 絡みの重要なものが作られてると考えると、うんえー、この影響は相当大きいし長引くかな、うん、というまあその2番目がその貿易面、はいえー、これはあのサプライチェーン問題で形で、えー、日本の製造業にも、まあ、影響してくるかな、うん、と思いますね。 あのさっき高校業生産の話ありましたけどもこのインターネット全盛の時代ででもやっぱりものづくりっていうのは人がそこに物を運んで,でそこで作ってまた戻したこういうやり取りっていうのがここまで停滞していると。 えー、日本国内の企業にもめちゃくちゃ今、えー、影響出始めてますよねそうなんですね、えー、まあですからそれがまあ世界全体につながった場合っていうのはこれ、3つ目のリスクで、うん、まあ世界経済全体が減速する可能性で、ですね、うんえー、考えてみたら、ちょっと年明けから原油価格のこの落ち込みぶりというのは、はいえー、やっぱりそれかな ということですよね、うんえー、そうするとまあ世界全体特にあのまあ東南アジアとかいろんなところでもうすでにあの景気のあの下方修正が始まってるんで、うん、そうするとまあ日本もですね実はあのあさって木曜日がえ月例経済報告二月分なんですね<ー>私はもうそろそろあの緩やかに回復しているというあの文言は、うん もう外さなななきゃゃいいいけないんじゃないか何と,、うん、となればですね112月期がこれだけでっかいマイナスで、うん、おそらく13月期もマイナスもしくはゼロだと思うんですよね 2>,、うん、で2四半期連続のマイナス成長ってことはこれいわゆるテクニカルリセッションってやつで、うん、もう定義としてもこれは後退局面入りですねってことになってくるんで。 えー、やっぱりあの相当慎重に見なななきゃいけないいけかなと思います、うん、日本国内でもこれ移動これ3月になりますと卒業シーズンで、はいえー、いろんなところで謝恩会とか、えー、あるいはもちろんさっきお話に出た花見とか、えー、あのインバウンドだけじゃなくて日本人のこう移動というのもかなり3月は制限されるんじゃないかっていう、えー、あのそういう意味であの1月23日の一般参月と、うん、3月1日の東京マラソン の、まあ、えー、一般枠の、規ですね、の規模縮小、この二つが入ったっていうのは。うん、えー、結構この自粛ムードに、うん、あの、を加速するかもしれません。うん、で、そうすると、例えば、この後。三月八日の自民党大会なんてのもあったりしてですね。どうすんだろうなと。 うん、ご高齢の方も結構いますからねあご高齢といっても極めて元気な方が多いご高齢なんで <laughs>、うん、どうしたもんかなと思いますけどあの、うん、そういう意味では本当にあのこのあと、えー、予定されている大型イベントがどんな風になっていくか、うんえー、そうするとですねそれ次第によってはこの一三月期き、えー、4つ目の問題、うんえー、つまりこの自粛ムードで、まあ、消費もちょっとこのシュリンクしちゃう。うん っていうこの可能性も出てくるんで、うんえー、なかなかこの、えー、政府のあの緩やかな回復が続いているという、うん、あの文言はもうちょっと続かなく無理じゃないかなと思いますね。うんはいえー、火曜日の深読みジャパンコメンテーターは掃除総合研究所エコノミストの吉崎達彦さんでした。来週までどうなんだろうと思いつつ来週もよろしくお願いいたします。はいはい